行くわよ。離れないようにね。物語を体験するにはちょいとしたルールがあるの。気をつけてね。19世紀末、イギリスの貴族ジョナサン・ジョースター。彼は石仮面の力で吸血鬼と化したディオを止めるため、炎上するジョースター邸で捨て身の戦いを挑んだ。そしてかろうじてディオを倒すことに成功する。だが鬼人ゼペリ、座ったままの姿勢、膝だけであんな跳躍を。何者？よく生き残れたものだ、あの石仮面の力から。だが生きているぞ、石仮面の男も。ラウンドワン、ファイト。そこだ、そこだ。とガレットオーバードライブ。骨があるアクボー、クククククお気を取った。トップラックの剣で消える。ハート、トクラックハート、オープン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 、オ修行。タイミングは同時、しかも腕のリーチも僕の方が10センチは長い。石仮面の力によるスピードとパワーには人間がどんなに努力しても太刀打ちできん。ラウンドワン、ファイト。ズームパンチ、ズームパンチ。骨が落ちる。ズレイズレイ、ズームパンチ。勇気とは一体何か。恐怖を我が物とすることじゃ。太陽の波紋、サンライトイエロー、オーバードライブ。僕を燃やせ。
一体何人の命をその傷のために吸い取った？お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか？ラウンド1ファイト！スリーディー！これが先導だ！うわー！スリーディー！オーバードライバー！
絞り取ってやる。貴様の命を清めてやる。その汚れたる野望。ラウンドワン、ファイト。なんてこと。そこだ。オーバードライブ。震えるぞハート。燃え尽きるほどヒート。刻むぞ血液のビート。サンライトイエロー、オーバードライブ。三熱スベシ。図に乗るなよ。苦痛を与える。ここが生命の振動を感じる。そこだ。これだ。トーバードライブ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 。オーバードライブ。取ってやる。僕にそれ。たまらぬドラゴンの俺と。ディオは谷底に落下し散滅したかに見えた。だがディオは首だけとなってなお生きていた。エリナと結婚したジョナサンはハネムーンへと旅立つが、ディオは彼のボディを奪うためその船を強襲する。ディオの不意打ちによって喉を貫かれてしまうジョナサン。話すんだ。考え直せジョジョ。お前にも永遠をやろうではないか。その傷も治す。エリナと永遠を生きれるぞジョジョ。ジョジョ、こいつ死んでいる。彼は最後の力を振り絞って船を爆破させ、ディオと共に海の藻くずと消えた。エリナは乗り合わせた赤子を抱き、沈みゆく船から脱出するのだった。2日後、エリナ・ジョースターはカナリア諸島沖で救助された。そして石仮面の伝説はここにひとまず幕を下ろします。しかしそれはまた新たな冒険の時代の始まりでもあったのです。